はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回はね、こちら、早速手に入れたこの祭祀の新しい LR 衣装を使ってね、遊んでいこうかなと思います。いやー、やっぱ豪華ですね。すごいな、本当に。今回いろんなね、仕様とか、新しいね、アイテムとかが増えておりますんで、そちらもちょっと解説の方をしながらね、やっていこうかなというふうに思います。さあ今回見た目がね、こんな感じになってまして、いや、本当に派手ですね。で、そしてまず一つ目の、新しいアイテムなんですが、僕のこの後ろについているこのクラゲみたいなやつ、これがね、まず一つ目の、この、迷路を回すことによってゲットできる SSR ペットとね、なってます。これもなんか雰囲気がね、似てて可愛いね。ちょっとで、二つ目行こうかなと思うんですけど、ちょっとロングワープ繋ごうかな。ちょっとロングワープ繋いでみます。いきますよ。さあ、誰でもいい、繋いでくれ。おー、すごい、わー、やばい。待って、やばすぎるんだけど。やばいやばい、想像の100倍、派手だったわ。すげえ。そしてね、ロングアップ繋いだら、この最初の衣装の見た目がね、こんな感じで変わったと思うんですけど、今回のこの衣装はですね、なんと、このマップ上にロングアップがあると見た目が変わります。ロングアップがあると、こちらの、紫っぽいね、まあ、黒い見た目に変化しまして、このロングアップがなくなると、先ほどの、ね、白い、見た目に今、携帯が変わるという感じですね。いやー、派手すぎるなー。めっちゃすごいね、本当に魔女って感じするね、こちらの衣装だとね。いや、すげえわ。いや、本当にめっちゃ、これは UR はじゃないわ。UR を超えた LR ですわ、これは。よし、じゃあちょっと救助に行こうかな。いや、マジですごいね、本当派手さが。派手さが半端ないよ。わ、これちょっと待ってね。あ、そっちに出してくれるんだとありがたい。そっちに出してくれるんだとありがたいわ。はい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 。さあ、踊り子ちゃんも、あー、ロングアップ消えちゃったー、見た目が。解除されました。すごい、こんな感じになるんだ。いや、これはいいわ、これはいいわ、めちゃくちゃいいわ、本当に最高じゃん、最高すぎるって。どこどこどこ、ちょっと補助入れてあげたいね、補助入れてあげたい。いけるかな、これ完璧すぎ。 OK、 うまい、うまい、うまい、うまい。え、これうますぎないか、天才天才。そしてワープ、これね、UR 携帯品が僕ついてるんですけど、この UR 携帯品によってですね、ワープの見た目が変わっております。大きく変わってます。こっち行こう、こっち行こう、こっち行こう。こんな感じのね、ワープなんですよ。めっちゃ派手じゃない。さすが UR って感じだよね。おっと、タケチンだ、でかすぎる。ナイス。いや、ほんともう豪華ですよ。で、まあ、LR 衣装を獲得するにあたって、まあね、あの、迷路、前の動画見てくださった方は分かると思うんですけど、迷路の価値を増すんですけど、まあ、大体はこの UR 携帯品などゲットすることができます。OK! よーしよ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 し。救助行こうか。いや、マジですげえ。いや、マジで派手だな。本当にすごくない?これ。ええー、もうギャラクシーだもん、これ、ギャラクシー。もう宇宙、宇宙。派手すぎて、もう。そっちワープ、あれだね。あの、使ってくれたんで、ちょっとこれ裏からくるっと回っていきたいね、できればね。あー、今チャンスだったな。ちょっと今行けばよかったな。いきますよ。はいはい、うまい。はい、こっち来て。いや、祭祀最強、祭祀強すぎる。マジで強いわ。 OKOKOK、 しかもそっちにもワープがあるよ。いいよ、入っちゃおう入っちゃおう入っちゃおう。ナイス、本当にすごいな、これ。吸い込まれるわ、吸い込まれていく。はい、守ってあげたい、守ってあげたいよ。オッケー、でかい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 、竹チンでかい、竹チンでかい。で、これなんならさ、ちょっと携帯変化させたいよね。携帯変化させましょう。あれ、もう一人どこ、あいた、めっちゃみんな近い、めっちゃみんな近いけど、ね、つなぐ、色変えたいから。さあ、この派手な絵派手ですよ。はい、派手すぎるね、最高だわ、最高です。で、そして3つ目、3つ目とかね、まだありまして、そう、これね、あの、この LR 衣装にすると、新しい、エモートがね、解放されるんですよ。それもどっかで使いたいんですけど、どこで使おうかな。ここで使うか、ここで使う。いや、これはもう後で紹介しようか。OK、上がったね、いいね、ナイス。ロングアップ壊さないでよ。このね、紫の方も見たいからな。あ、これはちょっとさすがに開けれなそうなので、ちょっと離れていきたいですね。鬼没、やばいやばい、間に合い、でかすぎる、これ間に合ったらでかいぞ。え、これあるぞ。
さすがにない、さすがにない。いや、さすがにないか。いや、待って、あそこまで届け、届け、届け、この思い。届け、届いたらある、届いたらあるぞ。え、ロングワープロングワープかっこよすぎ。え、マジでかっこいいわ、この、マークがついてる感じね。え、ちょっとワンチャン、いや、いける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 。イネージョに行かれてる。バカ、何してんの。オッケー、ナイス。ナイス、最後にこのね、扉の外ってやつ見てみようか。これが、私、携帯品なんですけど、あれ、なにこれ。なにこれ、なにこれ。え、ちょっと、あ、すごい、すごいって。ちょっと見せきれなかったね。次の試合いきます。はい、ということで、ついでね、2試合目やっていきたいんですけど、こちらね、ご覧ください。これ待機画面なんですけど、なんとね、祭祀待機画面がこんな感じでね、豪華になります。と、椅子がね、変わるんですよ。これね、直行者の LR 賞の時もあったんですけど、こんな感じになりますんでね、本当に目立ちたい方とかね、絶対これね、ゲットするべきですね。もうめちゃくちゃ目立ちますから。いやー、ほんとすごいね。さっきのね、妹もちょっとちゃんと見れなかったんで、ちょっと次ちゃんと見ていこうかなと思います。さあ、いや、ほんとに、マジですごいね、これは。いやー、どうしよう。まあ、ロングアップすぐ繋ぐか悩むな。結構ロングアップって繋ぐ時と繋がない時結構あるから。でも見た目が好きなんだよな、紫色の時。まあ、とりあえずやっていきましょう。妹どうしようかな。使うタイミングほんとむずいけど、ちょっといいか。ちょっとやってみようか。まあ、今回まあカスタムだからね、ちょっと多めに見てください。それでは、早速やっていこうと思います。あー、いやー、いいね。この白の方もいいよな、ほんとこれもね。いきますよ。はい。こちら。待って、ハリン来てる。やばい、ハリン来てる。やばい、やばい、やばい、やばい。はい、菅先生、されて休んでるし、暇ないよ。休んでる暇ない、休んでる暇ないよ。あんた目の前にいるよ。あんた目の前にいるのに、休んでるよ、この人。この人休んでるよ。これ時間制限ないのこれ。これずっと座ってられるのこれ。やば。やばいでしょ、それ。おもろ。時間制限ない妹。ずっと座って休んでられる。すごすぎる。えぐいな、マジか。マジか。すごい妹です、ほんと。さあ今回ちょっと再、パリンということで、繋いでもいいかもしれないね。うん。繋いでみようか。あ、いいね、2回で。OK! これ熱い、これ熱いよ、2回と繋げるの熱いよ、マジで。さあ、ロングワープで、一生変えていくぜ !OK! で、これ僕、再したワンチャンね、これ、院内の方が補助できるから、ちょっと僕、こっち回していこう。バイバイ。ははいいねいいね、いいね。オフェンスがそこにいると、なるほど、なるほど、なるほど。あい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 。そう、ついてきていってあげようか。ちょっとね、来てもらおう、来てもらおう。はい。ここ最高だと思う。ここ最高だと思う。こっちまで来れたら熱い。こっちまで来れたら熱い。さあ、おいちゃん、おいで。来た、板当て任せ。板当てない感じか。なるほど、板当てないスタイルね。板当てないスタイル。さあ、ちょっとやばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい、ちょっと危ない、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 危ない。危ねえ、ロングアップ消したら姿が変わっちゃったー。魔法が解けたよ、魔法が。いやー、最高だわ。最高すぎるわ。本当にいい、これ最高です。はい、本当にいい。マジでこれは欲しいっていうか、まあ、ゲットしてるんだけど、めちゃくちゃいいな。僕が割れると。頑張っていきましょう、ここね。あ、いいね、味方さん、いい立て直しだね、素晴らしい。いや、なかなかいい補助ができたんじゃないですか。ナイス、完璧だ。タケチン。いや、祭祀強いわ、本当に。もういつまで経ってもこの気だけど弱体化されないですからね。本当だから、これを、この期間に祭祀始めるのはありです。もう皆さん。もうずっと環境キャラで居続けることできますからね。OK! 祭祀台が上がりますと、完璧。ナイス。ほい。いや、マジでいいぞ。で、しかもあと40秒後にまたロングアップつなげると。いいね、いいね、いいね。ちょっと休む?ちょっと休むか。疲れたし。はい、ちょっと休みましょう。こういう疲れた時は椅子を出して、休む。ほら、あなたは働きなさい。あなたは解読しなさい。私は休んどくんだから。あなたは解読しなさい。ほら、あなたは解読しなさい。私はこれでいいの。私は犬よ。絶対皆さん試合中、真似しないでください。
これはカスタムだから許されてますけど、ランクマとかでやったら怒られますからね。絶対やっちゃダメよ、みんな。ほんと。絶対ダメだからね。さあ、ロングアップじゃあ繋いでいこうかな。オフェンスがフリーか。じゃあ、オフェンスフリー。な、オフェンスも粘着いってもらおう。結構近かった。結構近かったわ。いや、オフェンス粘着いっていいよ。あれ、もうボールだいぶ使ったかな、もう最初でね。はい、あ、いっていいよ。いや、ナイスナイス。いってくれた。もう完璧ですよ。連携の方も。もう連携の方もバッチグーです。さあさあ。いや、ほんと派手だね。過去一。過去一すぎる派手さ。裏から見た時のこの、なんか虹色のエフェクトもいいな。とりあえずここが上がります。一応寸止めにしとくか。まあもう上げてもいいんだけどね。まあ上げようか。じゃあ開けてゲート前しょ。おい！ナイス！いや、いいですよ。完璧ですよ。さあ、ゲート守り、行くかな？守りに来るか？守り行かない。だったら上がる。さあ、寸止めが出来上がった。いつでも OK。さあ、どうする？いつ上げる？いつ上げる？お、今、いいんじゃない ?OK! ナイス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 ！いいタイミング、いいタイミング。さあ、あとはゲートが、今、相手オフェンス。いいね、ニッカフェいいよ。さあ、あと半分。まだいけるか、いけるか。さあ、開きます。開きます、開きます、開きます。開きました。なんなら、あるか、これ。オフェンス、断行者粘着、これあるか？すぐ行く。すぐ行くよ。あー、遅かった。バイバーイ。バイバーイ。はい、バイバイ。帰りましょう。いや、最初強いわーということで、皆さんこんな感じの LR レーションとなってますんでね、ぜひね、気になる方、まあ、ちょっと大変ではあるんですけど、ゲットしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。